それでは聖餐式の時をお持ちしたいと思います。聖餐式はイエス・キリストの十字架の死を告げ知らせる式です。この教会においてはイエス様を信じて洗礼を受けている方、またイエス様を信じて洗礼を望んでいる方はどなたでもこの聖餐の素晴らしい恵みを受けることができます。ですからそういった方は今日この合同礼拝の聖餐式をぜひ受けていただきたいと思います。最初にこの式のためにお祈りしたいと思います。愛するイエス様、主がこの聖餐式を導いてくださることをありがとうございます。主はどうぞこのパンとブドウ酒、またブドウジュースを祝福してくださり、門からと地上の祝福と恵みをどうぞ一人一人のうちに主が豊かに表してくださるように願いいたします。イエス様の名前によって祈ります。アメン。引き続きお祈りの時を持ちたいと思います。もしの罪があれば主の前に共に悔い改める時を持ちたいと思います。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。それではお願いいたします。イエスはパンを取り、祝福して後、これを裂き、彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。それではイエス様の体を共にいただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。それではイエス様の血を共にいただきたいと思います。それではお願いいたします。愛するイエス様、この聖餐の恵みを感謝します。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。聖餐の恵みに預かった後は感謝の捧げ物の時、神の国と神の義を歌いながら献金を求めてまいります。神の国と神の義を
主の御心をまとできるように、また日々神様からの助け、また勝手的を捉えていくことができるように、神様との交わりを深めてくださいますようにお願いします。捧げられた献金が行く前にも主の働きのために豊かに用いられていくことができるように、どうぞ用いてください。この献金の時を感謝します。御子でありイエス・キリストの御名によってお願いします。アメン。それでは本日の